第2部、また、しょこさんとお会いしたのですね、もう何年前ですかね、また東京に行っちゃった時、東京に行っちゃった時に、シェルターっていう店でですね、堀江純さんのライブだったんですよ。それを見に行った時にですね、また、その時に一緒になって、二次会もなんか一緒に飲みに行った。その時に知り合ったのが初めてでしたね。それからこうしてなんか縁がついてますけど、では気の遠の初恋というのがあります。Thank you.
目覚めた時は晴れていた。